ちょっと今回のもう大規模なクラッシュっていうのは、はい、そう大変これニコニコにとって致命的ですね。致命的なピンチに、はい、もうこれ崩壊に向かってしまうんじゃないかなという気もしてしまいますけどね、はい、まあ、大変な状況にちょっと心配ですね、はいはい、なっているわけですけれども、はい、ニコニコ動画停止続く、16日まで番組中止延期と、はい、それな、はいはい、日経新聞が伝えてます、はい、角川の複数のサービスが利用できない状態が続いている、はい、大規模なサイバー攻撃を受けたためと見られる、はい、動画共有サービスニコニコ動画は8日から配信を停止している、うん、同社のホームページなども閲覧できなくなっている、はい、角川の子会社ドワンゴは10日午後6時時点の情報としてホームページ上に被害状況の全容を把握するための調査と並行してサイバー攻撃の影響を受けずにニコニコのシステム全体を再構築するための対応を進めているとのコメントを出した、はい、週内に復旧までの見込みや、はい、調査で分かった状況を説明するという、うん、ニコニコのサービスについては16日までの番組の中止延期を予定しているというのも明らかにしたということなんですけど、はい、うん、いや大変なことになりましたね。いやこれは致命的ですね、まあ、今まで、はい、まあなんていうかニコニコの不具合っていうのは多数あったと思うんですけど、うん、はい、こんなに大規模で何日も続くものっていうのは、うん、はい、まあ、これが初めてなんじゃないかなというふうに思いますし、すね、はい、まあ、よほどこれはもう深刻なダメージを受けたんだろうなと、うん、そうですね、いうことですね。課金してるサービスがいっぱいあるわけ で、はい、でこの、ドワンゴっていうかね、ニコニコのサービスだけじゃなくて、うん、角川全体に及んでまして、はい、であと、まあ、N 校とかのもあるし、うん、あと角川のなんかノベル系のね、はい、コンテンツも見れないとか、電撃とか、はい、いろんなものありまして、うん、だからこれちょっとそのびっくりしたのはやっぱ同じところにサーバー置いてたのかなとか、あ、うん、だからもう全部に広がってしまって全部落ちちゃうっていう、そう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 、だから本当だったら分散しててね、うん、このサービスはここのサーバー、このサービスはここのサーバーとか、うん、ちょっと分けてるんだと思ったら同じところだったのかなとか、まあちょっと、うん、詳しいことは分かんないですけど、そうですね、全部落ちるってちょっとリスク分散できてなかったのかなともちょっと思いますね、うん、はい、いやまあ日本のサービスなんで、うん、これやっぱ頑張ってほしいなと思うところではあるんですけど、まあ、ザ日系企業みたいな、そうですね、感じです、ね、このなんかトラブルの、はい、なんか発生、はい、そして対応、はい、それらを考えても、はい、あ日系企業なんだなっていう、そうですね、気もしてしまいますよね。ちょっともう途上国チックな感じですよね、うん、そうですよね、はい、うん、まあ、なので、まあ、その動画、そのニコニコ動画も全く何も、はい、見られなくなっていますし、うん、でニコニコ生放送も何も見られないし、はい、で今その有料チャンネルがすごい増えてきたじゃないですか、そう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 、そのまあ我々も水曜日に毎週放送していましたし、はい、そこで会員になってくれた方がいるのに、うん、はい、もう放送ができないっていうのは、いやこれはちょっとやっぱまずいですよね、まずいですね、うん、本当に。でこうやってまあ無料放送とか、はい、まあ、YouTube でやるような感じになってる、うん、まあ、これ他の配信とかでも結構そうなんじゃないかなと、はい、そうですね、うん、はい、だからまあニコニコを応援するという意味もあるし、うん、はい、でニコニコで見てくれてるその視聴者さんを救済するという意味もあるんですけど、うん、はい、ただそもそも、うん、いや気をつけてねっていうことですよね。いやもうちょっとなんとかしろよというとこですけど、なんともならないというかね、そうですね、なってますね、まあ、今回復帰、はい、うん、できるのかなっていうのがちょっと心配なところで、うん、はい、じゃあ今までのその動画のとかも普通に見られるようになるのか、うん、でその生放送とかも普通にできるようになるのか、うん、はい、あとその個人情報の流出とか、はい、そういうの大丈夫かなとか、そうですね、いろいろなこう不安、まあ、不信というのが、そうですね、全容、今広がってると思いますし、全容解明がいつかっていうところですよね、うん、まあ、あと発表するかどうか分かんないですけどね、そうですね、はい、まあ、サイバー攻撃ってなるとあんまりこう、うん、明かせないですっていうことで、はい、まあ、お茶を濁す可能性もあるんですけど、うん、はい、まあ、可能な限り情報公開はしてもらわないと、うん、はい、そうですね、やっぱり結構流出すると思いますよ今回の件は、そうですね、うん、はい、いやというかもうニコニコの公式がもう YouTube で配信してる始末ですからね、うん、もうなんかまあね、はい、はい、ちょっとだからそれ含めてなんか本末転倒な、すごいよね、はい、なんかむちゃくちゃな話になってきたなとは思いますけど、はい、うん、まあ、緊急事態なんで ね、はい、そうですね、まあ、しょうがないのかなとは思いますけどもね、うん、はい、でだって今あれですよね、大会も入会も何もできないっていう、できない、いやだってログインできないんだから、そうですよね、はい、アクセスできない、うん、でまあこれ1週間続いて終わればいいんですけどね、うん、はい、まあ、月末までいっちゃうとね、
どうしてくれるんだみたいな感じもあるでしょ、はい、まあ、今のところ16日まで、はい、その放送の延期とか、うん、はい、中止とかっていうのは、うん、アナウンスされてるんですけど、はい、その時点で復帰しますともまだ何とも言ってないじゃないですか、うん、そうですね、だから16日の段階である程度復旧できるのか、はい、放送できるようになるのか、はい、で多分当初、うん、すごい集中すると思うんですよ、はい、そうアクセスが、だからニコニコとしては、うん、大会するってボタンを壊しとくっていうのが一番、うん、もう大会させねえみたいな悪徳情報ね、アクセスがあの サーバーがとか言って、はい、そうですね、はい、まあでもね、やっぱり YouTube の方がなんか安定してるから、もう YouTube で会員になろうとか、はい、やっぱこっちで見ようみたいな、はい、うん、人も増えるかもしれないし、ちょっと僕はニコニコに愛着があるんですけどね、うん、最初ニコニコからスタートしたし、うん、で途中でまあ YouTube がバンされた時もね、うん、ニコニコはやっぱり応援してくれたというかね、はい、そのまま残してくれたりとかしたんで ね、やっぱちょっとニコニコファーストだっていうことでやってきてたんですけれども、うん、逆にご迷惑かけてね、うん、しまって僕のせいじゃないんですけど、はい、まあただやっぱ、はい、ユーザビリティというか、はい、僕なんかやっぱ発信してる側からすると、うん、はい、やっぱ YouTube の方がどんどん洗練されていくなっていうのはちょっと感じてるところではあって、うん、はい、 そうですね、その動画を配信するにしても、うん、生放送を配信するにしても、うん、YouTube の方が圧倒的に楽なんですよ、うん、最近僕も毎日のように生放送やってますけど、うん、めちゃくちゃ楽なんですよね、はい、でなんかニコ生ってちょっと設定のための、ね、はい、なんか番組立てるのがちょっとめんどくさくて、うん、はい、っていうのがあるんですけど、うん、まあ、YouTube の方が楽だなっていうのと、うん、やっぱいろんなもので対応してるというか、はい、やっぱ YouTube のアプリってどんなスマホでも対応してるじゃないですか、うん、まあ、そうですね、うん、はい、でまあ、ニコ生も対応してるというか、はい、してるんですけど、うん、やっぱ利便性考えると、はい、YouTube の方が今はいいのかなっていうのも思ってしまうところではあります、ね、ニコニコのくる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 回っていつまで経っても動かないとか、サーバーがちょっと混んでる時の状態とか ね、うん、おいおいと、やっぱりニコニコ始めた時の数年間はいいんですけど、うん、はい、もう未だにそれっていうのはね、ちょっとだって YouTube もうならないじゃない。そうですね、はい、まあ、昔に比べたらニコニコもだいぶ成長したとは思うんですけど、はい、うん、 そうですね、その成長曲線がすごい緩やかなんですよね、はい、そうです。でもこれ大器晩成でもないと思うんですよずっと緩やかにニコニコは成長してるんだけど、はい、やっぱ YouTube がもう加速度的に一気に伸びてしまったから、ね、ずっと差がついてるという状況ですよね、うん、そうですね、はい、だからそこはちょっとやっぱ、うん、もう埋められない差をつけられてしまいましたし、はい、まあ、それゆえにどんどんニッチな方向で、はい、まあユーザーを、うん、なんていうか維持していくっていうのがニコニコとしては大事だったのかなと思うんですけど、はい、うん、そのニッチなところというか今もう、はい、見られなくなっちゃったっていうのが、はい、確かにねだから陰謀論チャンネルの集まりみたいになってたじゃないですか、ニコニコ政治系でいうと、そうそう、政治系でいうとね、それが全部あれなって、今回だからどこから攻撃されて何が原因なのか分かんないですけど、うん、陰謀論だから攻撃されたのか、はい、それともその児童ポルノ的なね、なんかコンテンツがあったのかとか、はい、まあ、ちょっと際どいの若干あるじゃないですか。いや、うん、YouTube の攻撃かもしれないし、はい、なるほどね、はい、ビリビリからの攻撃かもしれないし、まあ Google やんないでしょ、陰謀論を唱えようと思ったらいくらでも、はい、まあ、ただ YouTube からすると、はい、もはやニコニコって敵にすらなってなかったのかな、なってない、なってない、もう全然、うん、相手になってないよね、ビリビリからも相手になってないでしょ、うん、はい、だから今ニコニコを攻撃する意味って何なのかなっていう、あ、そう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 、うん、いやもちろん大きいサイトですよ、はい、日本有数のやっぱ動画サイトだと思うんですけど、はい、うん、いやかといってなんかそんなにメリットがあるのか、うんうん、だからもう一つちょっと考慮しなければいけないのは、うん、そのニコニコ運営無能説なんですよね。あ、うん、はい、だから結構これまでもちょっとやっぱユーザーに対する対応だったりとか、そのまあなんていうかニコニコのやっぱシステムの組み方だったりとかってユーザーから批判を多数浴びていたところだと思うんですけど、なんか単純にそういう運営的な問題のところにちょっとした攻撃が加わってもうどうにもならないような、なんかのクレジットカード使えなくなってたじゃないですか最近。アメックスとかダイナースとかも使えなく、そうですよね、はい、だからクレジットカード使えないから取り直ししなきゃいけないとか、うんうん、そういうプレミアム会員では使えないんだけど、うん、チャンネル会員には使えるっていう、そうそう、なんかちょっとわけわかんない、ややこしい、そう、わけわかんないじゃないですか。だからちょっとそうそう、ビザも使えないのかな。ああ、なるほどね。だからそっかそっか、使えるのはだからファンザでもニコニコでも使えるのは JCB なんですよ、うん、はい、あ、なるほど。だから日本国内においては JCB が最強なんですよ。だから JCB が
カード界のニコニコみたいな最後全部引き受けるよみたいな、そうですね、ニッチな、はい、ニッチなところも全部引き受けていくっていうところで、ややこしい言論人を全部引き受けたのがニコニコなんですけど、うん、そういう感じになってるのが JCB というところですかね、はいはい、まあちょっとねこれはなんとか、うん、早く復帰してもらって、はい、うん、そうじゃないとね、うん、たくさんチャンネルあるわけですし、まあ、政治系から、はいはい、まあ、エンタメ系から、うん、まあ、アニメから、はい、何から何までありますので、うん、まあ、早くちょっとこれは調整してほしいなというふうに思いますけどね、うん、いや本当そう思いますね、はい、ちょっと関連のものがあるんでスパチャ読んできますか。あ、はいはい、わ、はい、かりました。高橋さんですね、はい、全編無料公開ありがとうございました。10年以上ニコニコで見てましたが移住します。やっぱ出た。もう、はい、YouTube にスパチャが導入される前から和田さんは投げ銭システムと入れるべきとか画質に対して要望とかいろいろ声を上げていたのにニコニコ運営には愛想がつきました。そうなんですよね、いろいろいろんなアイデアを出してるんですけど、はい、そう、いや別にその無茶言ってるわけじゃないんです。そうです、そうなんですよ。だって別にその投げ銭だって、はい、まあ、YouTube でもかなり前から導入されてましたし、はい、まあ、画質面に関しても、うん、まあ、別にその当時言ってたのってもう 4K、8K とかじゃなくて、うん、まあね、フル HD というか、うん、生放送だったらそうですもう 720p とか、はいはい、その程度でそうですいいんじゃないかっていう話だったんですけど、はい、それすらなんか不安定だった、うん、わけだから、うん、まあ、やっぱ結構批判されてたと思うんですけど、はい、まあ、今もね、はい、動画で言うとフル HD には対応してますけど、うん、まあ、それ以上っていうかファイル制限があるんですよ、はいはいはい、そのアップできる容量の制限があるので、うん、はい、やっぱその辺がやっぱ YouTube とも違うなと思うし、あとタイムシフトも消えちゃったりとか、ね、あ、そうそう、それがやっぱちょっと、はい、確かにそうですね、ケチくさいなというかそこちょっと頑張れよと思いますよね。そうだから今や、いやだから YouTube ってすごいですよね、はい、無限にアーカイブ残せますからね。無限、いやでもあっちもですよ、うん、オープンレックもですよ。ああ、そうなんですよ。いやでもオープンレック全然見たことないですからね。でオープンレックは綺麗だし、はい、残せるんですよ、うん、だからオープンレックが空いてていいって思ってオープンレックに入ってる人もいるんですよ。ところが昨日のニコニコが落ちた時に、はい、オープンレック行った人が結構いたみたいで、はい、オープンレックがなんかカクカクしてたと混んじゃって急に、はい、急に来たからいやこんな来るのみたいなになってたみたいで、はい、そこがやっぱちょっと日本の企業の ね、はい、IT、まあ、イレギュラーでしょうからね。そうですね、最近の事象っていうのは、はい、トラフィックこんな来ると思ってなかったみたいな感じだったかもしれないですけどね、うん、はい、ニンバスさん、ニコニコ止まってるせいで陰夢動画が X に溢れ出しているようで早く直してあれを封印しないという話になっているみたいですね。そうなんですか。そんななんかなんでしょうね、はい、そうなんか悪霊が飛び出したみたいな。そうそうそう、悪魔が飛び出したみたいな。一度出たものは戻ってこないんですよあれ。